はい、皆さんこんにちは、井口チャンネルです。いつもチャンネル登録コメントありがとうございます。感謝します。はい、今日はチャンピオンシップ直前、井口さんオリジナル、どこのチームにも偏りのない戦力分析、富山グラウジーズ編です。富山グラウジーズの皆さん、いつも大変お世話になっております。大変僭越ながら今日はグラッキーにも来ていただいて、一緒にグラッキーと戦力分析させていただきますんで、何言ってるか分かんないんで、じゃあ全部井口さん仕切りでいきたいと思います。はい、じゃあまず富山グラウジーズロスターをご覧ください。富山には三大名物があります。皆さんよくご存知ですよね。富山といったらやっぱりお米どころですね。美味しいコシヒカリ、やっぱり日本海の美味しい海の幸、氷見の寒ぶり、そして、皆さん ご存知の、新人王っていうことで、この3つが、富山の三大名物なんですけども、なぜ三大名物の一つが新人王かというとですね、馬場雄大選手、も新人王を取ってくださってますし、まあ、馬場選手の場合は富山ご出身っていうですね、昨シーズンの NBA では八村塁選手も、まあ、井口さんカウントによると、まあ、ほぼ新人王だなということで、まあ、八村塁選手ももう NBA 新人王。なぜか、なんか富山って言ったら新人王に縁があるなと思ったんですね。今シーズン岡田裕太選手も、富山グラジーズに加入したということで、これで、新人王。その前のシーズンはですね、我らが悟前田が新人王を獲得しまして、やっぱりもうこれはやっぱりもうコシヒカリと氷見の寒ぶりとも並べるぐらいまで来てるなっていうところでいったらですね、今シーズンも松脇出世を義行が、また新人王争いにもうどう平等に見てもですね、まあ、入ってもおかしくないんじゃないかなっていう環境にいるっていうのが、まあ、今シーズンのグラウジーズロスターですかね。まあ、他にもたくさんいますんで、じゃあ早速、戦力分析をさせていただきたいと思います。はい、富山はこちらです。富山グラージーズは行くぜチャンピオンシップっていうのを、掲げています。いいですよね、行くぜ横浜アリーナとかですね、行くぜファイナルとかないです。行くぜチャンピオンシップ、まずはそこから謙虚に行きましょうということで、もう出ちゃってます触ったとこ出ちゃってますけど、まず謙虚に行きましょうということで、今日はもう こっちはもう猿で行こうかなと思います。ちょっと何か書いたか覚えてないので、じゃあ行きましょう。じゃあこちらから出ましたね、皆さんご存知、富山グラウジーズ失うものなし、全くありませんからね。チャンピオンシップに出れて感謝、行ってもいいんですか横浜アリーナっていう、全く失うものなんかこれひっぽっちもありませんので、もうぜひですね、選手の皆さんにはもう失うものなし、もう思い切って戦ってくれればそれでよしっていうことをグラウジーズのブースターさんが一番分かってますんで、まあ、コロナの環境の中ですね、ホームゲームも30試合完結できた、それだけでももう、我々からしたらもう、感謝っていう、まあ、失うものなしですね。じゃあ次こっちめくってみましょうか。はい、ドン、あ、来ましたね、出ました、矢でも槍でも鉄砲でも持ってこい戦法。これはですね、まあ、富山の歴史でいくと初代ワンオンワン野郎城宝正志っていうのがいたんですけど、まあ、その城宝正志選手のですね、もう、まあ、ワンオンワン野郎ですよね、思いっきりやってくれてた時代を経て、今は名古屋ダイヤモンドドルフィンズですかねに移籍した2代目、ワンオンワン野郎レオライオンズ選手がいて、もうそれだけでももうワンオンワン野郎はもうお腹いっぱいだったっていうところに、今年はまた、3代目ワンオンワン野郎ということでジュリアン・マブンガ選手、ここまででもうすでに、シーズン7度目のトリプルダブルを達成してですね、まあ、そこにですね、まあ、宇都直樹、サトル、前田、ジュリアン・マブンガ、ジョシュア・スミスとかこう、まあ、いろんなこう特徴のある選手たちをですね、もうこれ普通は矢でも槍でも持ってこいって言うんですけど、足りんなと、鉄砲まで持ってきてもらってるっていう戦法だっていうことで、こう矢でも槍でも持ってこい戦法っていう、勝手に言ってます。そして、こっちかな、ドン、あ、これですよね、皆さんもうご存知、もう失うものないと一緒で、富山がもし勝ったらサプライズ、そしてユースさんも段取り忘れてましたよ、これポイントつけないといけないですからね。はい、
かな、どう中立の目で見てもしょうがないな、これ。どう、50点満点なんですけど、一応全部、10点ずつ、今のところ30ポイントということで、首位の宇都宮ブレックスさんに今、迫ってます。サプライズ、まあ、富山が勝てばもうサプライズ、もうこう他はもうですね、もう人口の数字を言ったらですね、怒られますけれど、もうビッグクラブとあの大都市圏ばっかりです、そこにこ あの富山がこう勝ったらですね、次はこちらなんですけど、地方クラブのあり方への提言になるんじゃないかなと。あの、まあ、地方創生っていう言葉が言われてますけども、どこが地方創生なんじゃないと、都会ばっかりやってるじゃないかっていうのをこうですね、こうサプライズを起こしてもらって、地方クラブのありがたいです、ありがたいですね、ぜひこう提言を、グラウジーの皆さんにしていただければと思いますので、こちらはもうあの地方創生を見守る会のイルスさんとしてもこれも 10点です。また井口さん、感情のことばっかり言っても気持ちのハートだとかパッションや、最後はバスケットの話しますよ。最後どんどんどん、おいスコア、やっとバスケットの話です、富山グラウジーズさんはですね、今 B リーグの得点、1試合平均得点リーグでナンバーワンなんです。もうこれですね、もう何かにつけてこればっかり言ってるんですけど、これだけは誇れる部分ですので、リーグで一番得点を取っています、試合が面白いです、エンターテインメントグラウジーズですということで、スコアの部分はリーグ1ですので、まあ、10得点ということで、なぜかブレックスさんと並んで50点到達しちゃいましたね、グラウジーズの皆さん。ということでグラウジーズの皆さん、これを待ちしてます、という形で、今日は、立山からお越しいただきましたグラッキーさんと、富山グラウジーズの戦力分析をさせていただきました。どうもありがとうございます。バイ、センキュー。